古釜布の街中にソ連が建設した建物と並んで立つ友好の家日本人とロシア人の友好の家は千島列島奥な市里と中心集落、古釜布のグネチコ通りにある緊急避難所兼宿泊,泊施設として建設され、1999年10月24日に竣工した施設である。日本共産党の前衆議院議員、佐々木則明が、 元北海道開発庁長官の鈴木宗夫の影響力が大きいことを表現するために現地では宗夫ハウスと呼ばれていると国会で発言したため日本本土では宗夫ハウスという俗称がある内部の食堂研集会室日本とロシアの国旗日本製消火器が置いてあるテレビは日本の放送とロシアの放送の両方が映る窓の外の黄色い建物は 南クリル行政府庁舎。電話番号は7から42,455から22,155である。建物は2階プレハブ建ての比較的簡素な造りであり、部材はすべて日本本土から持ち込んだもので、鈴木の働きかけにより、根室に本社がある渡辺建設工業が元受けとなって建設された。総工費は4億1,685万円。内部は ほぼ完全に日本様式になっている。一室の定員は2から6人と室により異なる。二帯設備としてシャワー式浴場、食堂、厨房、洗面所、洗濯機、管理人室などが設置されている。これらの室にある家具類も全て日本本土から持ち込まれたものである。配電はロシア仕様のコンセントと日本仕様の100ボルトのコンセントの両方がある。 島民の緊急避難用として、また副次的には4島交流で訪問する日本人の宿泊先として建設され、実態としては日本が領有権を主張する北方領土においてビザなし交流で国なし島を訪れた日本人訪問団、並びに日本にビザなし交流で赴くロシア国籍住民の宿舎として利用されてきた。施設の管理は ロシア側が行っている、北海道選出の大物政治家である、鈴木宗男の尽力によって建設された。しかし、2002年に、鈴木宗男に対して、利権疑惑の一環として、日本人とロシア人の友好の家の鈴木宗男利権が取り上げられ、鈴木宗男の公設秘書一人と地元建設業者5人の計6人が起訴され、全員が有罪判決を受けた。 利権疑惑は他にも波及し、鈴木宗男の政治的影響力は低下した。鈴木宗男が外務省に大使権制を振るっていた頃は、日本政府から潤沢な維持費が提供されていたが、鈴木宗男事件の後は全て打ち切られた。このため、内部の維持に経済的に苦慮する状態となっており、ビザなし交流団だけでなく一般観光客など様々な人を宿泊させる。 ホテルのように利用されて維持費を捻出している。2006年8月16日に発生したロシアによる日本のカニカ湖漁船への銃撃、打砲事件で船長をはじめとする乗組員が一時この施設に拘束されていた。鈴木宗夫に対して利権疑惑が浮かび上がった2002年2月頃にインターネット掲示板にチャンネルのテクの板でアシッドハウスイコールムネオハウスというスレッドが立てられた。 当初は、ただのダジャレで建てられたというスレッドだったが、スレッドの中で、テクの板の住人たちが、鈴木宗オ当時の国会議員の答弁等の声を、サンプリングした、ハウスミュージックを発表する。ちょうど日本の学校の春休みの時期と重なり、心得のある人などが、楽曲はもちろん、楽曲を題材にした、PV 仕立てのフラッシュムービーや、架空の CD ジャケットを制作した。 楽曲は、ハウスやテクノはもちろん、ユーロビート、トランス、ヒップホップ、R&B など多岐にわたったが、これらのジャンルも総称して、ムネオハウスと呼ばれた。2002年の春から夏にかけて、東京、新宿、京都市のディスコ、クラブなどでイベントが開催され、それに伴い楽曲のダウンロード数も連日増加し、一時は楽曲を保管するサーバの転送量が問題になる。 2003年以降、ブームが去った後も、場所を公式サイトの掲示板に移して楽曲は制作し続けられ、現在に至るまでアルバムにして、約20枚相当の楽曲が完成している。楽曲の制作、公開等は、元ネタとなった議員たちの許可を取らない活動として行われているが、2004年5月に、札幌で2006年2月に、 東京で開催された、ムネオハウスのクラブイベントには、MC ムネオとして、鈴木ムネオ本人も参加しており、鈴木だけに限れば、事実上の本人の公認となっている。ただし、他の議員については、使用を認めた事実はなく、著作権上の問題のある状態である。ありがとうございます。